パラスの今度はアタックに行くかどうか。コービーパラス打ってきた、来ました、コービーパラス決めてくる、ポンプフェイク、パラスに渡して3に決めました。コービーパラス打ってきた、来ました、やはりオフェンスリバウンド2回いる、ステップアップ、パラス、パラスもスリーポイント、いや来ましたね、来ました、来ました、コービーパラス対28、その差10点、パラスが出ました、ビッグプレーが飛び出します。ここには山口とのマッチアップですが、スリーポイント来ました、これもステップバックからのスリーですからね、非常に難しい技術ですよね、簡単に決めて見せて、コービーパラスと中村激しくやり合っています、コービーパラス決めてくる、スリーポイント決めてきましたよ、コービーパラスも、中村ちっちゃいですから、はい、ここはディフェンス頑張りたいですね、パーパーサイトがいいではなかったですけどね、うまく決めましたね、タップショットでしたよね、そうでしたね、佐藤キックアウト、パラスのシュート、あーいいですね、スリーポイント、バスケということもありまして非常に期待注目の高まる一戦、さあパラス、パラスのミドルジャンパー、コービーパラス、パラスには艶がついています、さあパラスのスリーポイント、ここ来ましたね、身体能力ですね、はい、ここもねチェック飛んできてるんですけど、ポンプフェイク、パラスに渡してスリー決めました、あとは得点につなげたい、ノミが行くか、ノミは行かない、外に振る、パラスがまたスリーを打ってくる、決めた、はい、そうですね、ここですね、パラスのスリー、はい、来ました、ロスカーレンワンフェイク入れて、もう一度キックアウトした、パラスのスリー、コービーパラス、ここには山口とのマッチアップですが、スリーポイント来ました、ね、新潟ね、そうですね、遠藤、さあいい、ね、パラス上がっていた、パラス来た、その悪い流れを遠藤様子を伺いながら外から打ってこれを決めていきます、パリの長距離砲、18対28、その差10点、パラスが上がった、マウンド拾ったのはパラス、パラスのスリーポイント、いやー返しですね、ポイントが決まりました、まだまだここからです、外から、あの成功者の集め方ですね、パラスのスリー、あの距離があるというか、なるほど、いやこれを沈めていき